黙らっしゃい。大志を持つ者はその最後まで正にしがみつくのです。さあ行かれよ。松永などわしが討ち取ってくれる。おお、左近よ、見事な戦ぶりじゃ。彼の名は島清喜、島左近として知られています。青年や出身地などは分かっていませんが、筒井家に仕え、三好家や松永家と戦を繰り広げていました。我らのみで松永を打ち破るは下策にございます。織田を頼ってはいかがでしょうか。うむ、そなたの申すことであれば間違いあるまい。織田殿に救援を求めるぞ。こうして織田家に侵入することで敵対勢力を破り、主君を守り通すことに成功します。戦は一段落じゃ。内政に従事し、国力を高めねばならぬ。お主の働きには助けられてばかりじゃな。ここで左近に秘宝が舞い込みます。何、純慶様が亡くなられたじゃと。後継ぎは甥の貞次様であるか。しっかりとお支えせぬば。ですが左近は筒井家を出奔し浪人となります。理由は酒に溺れ政治を顧みなかった貞次に嫌気がさした。領民の仲裁で島家の農民に不利な裁定を下したことが挙げられますが、真意は不明です。筒井家を出た以上どこかで奉公せねば。純慶様にお仕えした時代に名が売れておるゆえ、仕官先はすぐに見つかるじゃろう。左近は蒲生家や豊臣秀長に仕えたとの資料も残っていますが、長くは続かず再び浪人となってしまいます。仕官先を離れたばかりじゃ。声かけをいただいてもお断りし、少し時間を置くかの。浪人となった左近でしたが、彼の名声は広まっており、次から次へと仕官の誘いが届いたそう。ですが左近はその度に断ったと伝わっています。島殿はいらっしゃるか。わしはおるが、仕官の話であればお断りいたす。ふむ、でしたら日を改めまする。島殿はいらっしゃるか。またお主か。仕官の話ならお断りすると申したはずじゃ。そう言われても話を聞いてもらわぬことには帰れぬのでな。わかったわかった。わしをいくらで雇おうというのじゃ。うむ、2万石でいかがじゃ。悪い話ではあるまい。何、2万じゃと。一家臣に払う俸禄ではない。ふざけておるのか。ふざけてなどおらぬ。わしは石田三成と申す。主君より4万石の地業をいただいておる。その半分をお主に預けようというのじゃ。ぬう、そこまでわしが必要と申すか。ではこの左近、これよりは石田様にお使い申し上げる。こうして数多の仕官を断ってきた左近でしたが、三成の根気に負け使えることとなるのです。このスカウト話には諸説ありますが、とんでもない好待遇であったことは確かです。おお、三成よ、家臣が見つかったそうじゃな。はは、2万石で口説き落としました。何、主君と同じ治療を持つ家臣など聞いたことがないわ。何者を口説き落としたのじゃ。わしは島左近を家臣に迎え申した。はっはっは、島左近ほどの男ならば当然じゃな。どれ、わしからも羽織を送るとしようぞ。天下人秀吉からも認められていた左近は三成のもとで手腕を発揮します。左近よ、全国の大名たちを秀吉様に従わせるべく書状を書いた。使者としてこれを届けてはくれぬか。承知いたしました。必ずや大名たちを口説き落としてみせましょうぞ。このように内政から外交に至るまで幅広く仕事を受け持ち、三成の右腕としてその力を発揮したようです。ですがそんな二人に試練が訪れました。秀吉様や前田殿が亡くなった途端に加藤や福島がわしの命を狙ってきおった。ここでくたばるわけにはいかぬ。左近よ、何か良い案はないか。したら徳川殿のところへ逃げ込みましょう。外見を大事にされる方じゃ、下手な手は打ちますまい。不本意じゃが致し方なし、行くぞ。三成を嫌っていた加藤清正や福島正則が三成襲撃事件を起こしたものの、左近の機転で一難を逃れたとも伝わっていますね。ですが状況は悪化の一歩をたどります。秀吉様のご子息はまだ幼く政治はできぬ。これを好機と見るや徳川殿が野心をあらわにし、
反対勢力を潰して回っておる。このままでは豊臣政権は徳川殿に飲み込まれてしまう。左近よ、何か打つ手はないか。でしたら卑怯な手を使うほかありますまい。徳川殿を呼び出し闇に葬るのです。む、豊臣の世を守るためじゃ。この手が汚れるのは耐えてみせる。ふむ、石田がわしを狙っているとの話が入っておる。あやつとの衝突は避けられぬか。戦に備えよう。三成らの計画は実らず、ついに正面衝突で雌雄を決することとなりました。戦の前に島左近をこちらに引き込めぬか。あの男と沢山の城は三成に過ぎたるものじゃ。では島殿と面識のあるわしが説得に向かいます。島殿、久方ぶりじゃな。体に大事ないか。おう柳生殿、よくぞ参った。いかようじゃ。うむ、実はお主の説得をしに参ったのじゃ。この戦じゃが、勝敗は火を見るより明らか。わしはお主をこのような戦で失いたくはないのじゃ。徳川殿についてくれぬか。はっはっは、それはありがたい言葉じゃ。柳生殿には感謝して申しきれぬの。じゃがそれは受けれぬ。たとえこの戦で散ろうとも、我が殿は石田様一人よ。お帰り願おう。お主の覚悟は受け取った。徳川殿にはそう伝えておくぞ。こうして三成への忠義を守った男に決戦の時が迫っていました。関ヶ原の戦いです。ついに決戦か。味方は徳川に調略されている者も多く、まともな戦いにはなるまい。じゃがわしは一人の大将として、この戦を勝利に導く責任がある。必ずや殿に勝利を届ける。そのためにも士気を上げねばならぬ。兵500を率い敵軍に強襲を仕掛ける。こうして敵軍に切り込んだ左近は小規模ながら見事に勝利を飾ります。島殿、見事な戦ぶりじゃ。敵が浮き足立っている今が好機ぞ。石田殿、今宵も敵に夜襲を仕掛ける。許可をもらえますかな。ありがたい申し出じゃが、それはならぬ。今宵は敵も警戒していよう。そうか、ならば致し方なし。石田殿よ、好きに戦うがよかろう。味方とのすれ違いや寝返り、左近の奮戦も虚しく、石田方の西軍は総崩れに陥ります。く、小早川が寝返ったか。もはや大勢は決した。殿はいらっしゃるか。左近よ、わしはここじゃ。ここから脱出し生き延びられよ。わしがここで時間稼ぎをいたす。そんなことができるか。お主を置いてなどいけぬ。黙らっしゃい。大志を持つ者はその最後まで生にしがみつくのです。さあ行かれよ。すまぬ、頼んだぞ左近。ふふ、最後の奉公じゃ。徳川軍に目に物見せてくれる。かかれ。あやつは鬼か。なんという戦ぶりじゃ。鉄砲を追いかけよ。切り合うでないぞ。ぐ、時間を稼ぐことはできたか。殿、生き延びてくだされ。こうして左近は戦場の露と消えます。弱い60歳ともされる猛将の最後でした。ですがその一方で左近の亡骸は見つかっておらず、戦場を生き延び僧として生きたという伝承もあります。一体何が真実なのでしょうか。ぜひ皆さんの意見を教えてください。また左近が身を挺して守った主君石田三成の解説もしていますので、よろしければ概要欄からチェックしてみてくださいね。わしは関ヶ原でかの島左近と歯を交えたのじゃ。じゃがそれはそれは恐ろしくてあまり覚えておらぬ。一つだけ覚えているのは身の毛も立って汗が止まらなかったことだけじゃ。まさに鬼左近じゃな。皆さんこんにちは、小道寺です。このチャンネルでは戦国時代の武将たちを紹介しています。面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。